こんばんは、タオと申します。ちょっと今回は福袋来たんで20連だけなんですけれども、引いていきたいと思います。で、新しく追加されたのが抑えですね。抑えの、まあ今回一番欲しい選手はこちら、ビエラ選手ですね。まあビエラ選手、まあ、前回も強かったんですけど、まあ、今回もっと強くなってるんで、縦スラが落ちて、で、タイピンチも健在ということで、めちゃめちゃ強い。はい、ではまず10連目、引いていきたいと思います。お願いします。頼ます。まあ、白あーいや、まあいいっすね。はい。まあ10連目とりあえず150エナジーで引けるんで、マイナス100エナジー分、一応、値下げされてるんでね。一応もう S ランク出なくても、A ランク出てほしいですね。A ランク多めに。ああ、まあ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 、はい。いいですね。はい。まあ、150エナジーからの、20連目が200エナジーなんで、まあまたまず、マイナス150エナジー分、されてるんで。おー、ロハスジュニア。まあ、結構ありがたいっすよね。はい。西選手、相手でいます。はい、では、ここ、一番重要、20連目、引きたいと思います。これ一応ラストですね。で、狙いの選手は一応ビエラ選手です。はい。よろしくお願いします。頼む。頼むよ、ビエラ選手。うっ。あ、マジか。ってことは、オリックス確定ですね。だったら宮城選手欲しいな。宮城選手、あとは、まあ、今回、平野選手とか、高弘選手とか、欲しいですね。あと、ムネ選手も強化されたんで、欲しい。あら。光らない。まあまあ、全然いいっすね。いや、というか、9枚目以内で出てくれたわ。嬉しいんですけどね。出てくれたら、10枚目、はい。ということで、10枚目でしたね。まあ、出てほしいのは、ビエラ選手。いきます。頼む！おぉ！ビエラ選手はねえわ。そうだった。オリックス確定でしたね。平野選手。ありがとうございます。まあ、一応、福袋40連目自チーム確定なんで、まあ、最後の狙い撃ちだと思って、引く方は、ぜひ引いてみてください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。